皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日はですね、弊社が主催していますネットビジネス研究会というセミナーの告知の動画を撮りたいと思います。早速ですが、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、えー、今月はですね、11月25日の水曜日に行いたいと思います。えー、今回もですね、えー、ズーム開催になります。 というのはですね、えーまあ、本当にですね、公演予定が全くスケジュールが取れなくて、えー、今回ですね、ズームなんですけど、おそらくというか、まあ、100%パーですけど、今のところですね、山梨県の甲府市から、ホテルからの、えー、ズーム配信になると思いますけど、こちらから行いたいと思っています。で今回の内容はですね、まあ、最新 SNSIT 最前線ノウハウ事例紹介というふうに書きましたが、まああのー、 Facebook、Instagram、Twitter、LINE、YouTube、TikTok、Note、Google マイビジネス、Podcast 等ですね。まあ、いろんな新しいですね、まあえー、SNS だったり、えー、ウェブサービスはすでにこれ存在してるんだけど、これらのものがどんどんですね、ニュースが新しいのがどんどん出ていて、こちらのものをですね、ちょっと紹介するのをやらなければいけないなと思って、これかなり溜まってるので、ちょっとこの辺で一回やっとこうかなということで、えー、皆さんに お伝えしたいなっていうふうに思っています。 で、えーまあ、今回ですね、あの特に、えー、TikTok の話とかノートの話とかっていうのは多分今までにもほとんどしてないですし、そして Podcast に関してもですねほとんどしてないんだけど、ちょっとかなりビッグニュースもあるんですね、えー、の話なんかもしたいと思いますし、まあ、例えば Instagram のリールとかですね、えー、そういうサービス、そして、えー、Facebook もいよいよですねあのショップ連携機能ですね、えー、も、えー、始まって、 いますので、まあ、この辺の話もですね、ちょっとしたいなというふうに思っていますので、ご興味ある方はぜひ参加してみてください。 で、えー、ここにありますように、弊社のネットビジネス研究会のセミナー会員の方は、す、え、で、ー、に開票いただいているので、当日は無料になりますけど、そうでない一般の方は、えー、5000円となります。このセミナー会員の制度もですね、えー、一応年内ぐらいをめどにですね、ちょっとまた形を変えて、2021年から新しい形でやっていこうかなと思っていますので、またそれはね、えー、おいおい紹介しますが、えーまあ、というのはですね、今回もズーム開催になってしまいますから、今までは、 セミナー会員っていうのは新潟の人だけが有利な感じで、県外の人はなかなか通えないよって話だったんだけど、この辺がね、コロナもきにですね、一気に変わりそうなので、弊社もですね、やり方を変えていこうかなって思っていますので、ぜひですね、11月25日はズームの方で申し込みしてみてください。申し込みは、この動画の下の方のリンクから行けるようにしておきますので、そちらからよろしくお願いします。 はい、今日は2020年11月25日に開催します弊社主催のネットベース研究会、最新 SNSIT 最前線ノウハウ事例について紹介いたしました。インスパイの歌でした。ありがとうございました。バイバイ。